東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますかゴール前でシュートだけだった選択肢にパスが加わりつつある。 3月5日に行われた J1、二節の湘南戦で、森本孝行が、移籍後初ゴールを決めた。後半アディショナルタイムに決まった、このゴールは、配色濃厚のチームに勝ち点1を引き寄せ、さらには逆転ゴールまで生み出しそうな勢いをもたらした。敵地で、昨季王者の広島を下した開幕戦でも、中野義弘からのクロスに対し、ニアに飛び込むことで、小林優の決勝ゴールを間接的にアシスト。 深掘りすれば勝ち点4に関わっているとも言えるまさにストライカーしかとした働きぶりだその森本を取材して特に感じたのが本能のままにプレーしているということゴールという結果にちょっとつ盲する姿勢自体は悪いものではない森本はストライカーなのだから好ましい姿勢でもあるただし森本の場合そればかりになって視野が狭まり過剰な力が入っているように見えたまた 特徴の一つだと言われている裏に抜け出す動きを狙いすぎ、沖縄での練習試合ではオフサイドを連発していたそんな森本が変わりつつあるゴール前でシュートだけだった選択肢にパスが加わりつつあるという2013年、2014年シーズンに千葉で共にプレーした大塚翔平は川崎と千葉のサッカーの違いがベースにあるのではないかと話しつつ川崎のサッカーを吸収しようという感じはしますさらに ボールを足元で引き出して、そこで落としてまた動き出すという動きは増えているように思いますと話す。また、動き出した後のプレーは、千葉時代からあまり変わっていないとも言うが、サテライトの仙台戦の大塚が決めた1点目のシーンなどは、森本がシュートを打つかなと思ってたらパスが来て、僕が一番びっくりしましたと驚いていた。風間監督は、森本は点を取る形を持っていると評価。 ゴールしか見えていなかった森本が変わったきっかけの一つが風間彌弘監督からの度重なる直接指導だった2012年に J1 で4得点しか決められなかった大久保嘉人が川崎への移籍初年度の2013年に26ゴールを決め自身初の得点王を獲得その後2015年まで3年連続得点王の偉業を達成したのはご存知の通りストライカーを再生させた実績のある風間監督からの指導の一つについて 森本はタイミングだったり動き出す角度だったりの細かい部分の指導だったと振り返るまたオフサイドになる理由なども教えてもらいましたとも述べているこれらの指導も含め森本は川崎のサッカーに慣れつつあるというその結果川崎への移籍当初あまりに速いパス回しに目が回ると話していた森本自身は3節の名古屋戦を前に目が慣れてきたと口にしておりそれが 周りりを見るる余裕につながっている側面もありそうだ2ヶ月ほどでスタイルに順応しつつあるのはさすがちなみに風間監督は指導が伝わっているのかどうかがあまりわからないんだよね笑い反応がないからと苦笑いするただ時間はかかるかもしれないですがと前置きしつつ着実にチームの中に入ってきていると評価もしているその上で彼は点を取る形を持っていると述べていた つまり森本はボールを前に運ぶ仕事をチームの一員としてこなせるかどうかがポイントそれさえできれば出場時間もおのずと増えゴールも増加するはず J1 での11年ぶりのゴールで復活したと結論つけるわけにはいかないが少しずつでも前進しているのは間違いなさそうだ